はい、皆さんこんにちは、マサでーすって感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、いつも行くね、イオンモールのね、映画のところでね、ありました。この、丸のね、チラシね、オシャンティーって言うたろ、フライヤーって言うんでしょうかね、これがありましたよーって感じでね、またこれね、映画のやつはね、まだ近い時間だったらね、詳しく、ご紹介していきたいと思いますけども、だけどね、リホちゃんはあんまりね、大きく乗ってないんですよね。ここに一箇所と、あとは裏に一箇所でしょうかね。これパンフレット買ってもあんまり乗ってないのかな。まあね、堂本剛さんがね、まあね、道県の、英雄っていう感じなんで、奈良県の英雄、ね、さんまさんに次ぐ感じのね、まあいろんな奈良県出身のね、有名な方おられるんですけども、どうも強さんでね、またこれ映画あったらね、見に行きたいと思うんですけどもね。そして、まあ、これはまた、後々ご紹介していきたいと思いますけども、問題はこちら、どんって感じでね、この前ご紹介したこのタイガーマスクの、これね、探したんですけどね、かぶれる、このフィギュアがいなかったんですよね。だからね、ちょっとね、この前作ったこのドナルド、これをね、ちょっとね、ヒントにね、これからできないかなと思って、いろいろセリアでまたね、買いに行きました。これでね、そしたらいっぱい今サイズいっぱい出てるんですよね。それでこれに合うやつにね、頭探したらこれが出てきました。出てきましたというか、これを見つけました。これが一番ちっちゃかったですね。ドールヘッドのベビーっていうやつですね。これね、そこ横の奥行きとかね、さすがにこれを持って行ってね、店の中でこんな照らし合わすのはちょっとできなかったから、大体のね、中の大きさの感覚を覚えてね、大体もうこれやったらいけるかなーってやつを一応買ってきたんですけども、これでまあ、それで頭のパーツいけますでしょ。それで前買ったね、このあったこのアイデカール、これでね、これの一番ちっちゃいバージョンでこれでいけるんじゃねえかなと思って、どうでしょうかね。これでこれ見てたらね、なんかこれ、ノコタン、鹿の子の子のノコタンに似てるんじゃねえかなと思ってな。そして、口もそれノコタン風にしてね、これノコタンタイガーにしようかなと思って。そうなったらこれ次はボディですよね。まあ、髪の毛はまあね、これで頭隠れるかもよしとしてね。まあ、角はないんですけども、顔がなんとなく似てるかなと思って、アイデカールのやつね。これを使って、顔はこれでよしと。で、体はね、そうしたらこのボディはこれ10センチボディだったんですよ。これ10センチボディでこれでいけるんちゃうかなと思って、大きさ的にね、これで。照らし合わせていってね、こっちのちょっとディフォルメタッチでこれでいけるかなと思って。それでありました、これドンとかにね、これ10センチボディで。この10センチボディの、これを、多分はまると思うんですよね、これ。はまらんかったら、まあちょっと穴をちょっと大きくしたらいけると思うので、そして、こうしたら、ね、これ肌感冒ですよね、こうなったら。それでちょうどいいのがあったんですよ。今いっぱい出てますね、あのセリアのドールコーナー。あの猫耳とかもね、いろんなもの出てたんですけどもね、またいろんな教えていただいて、ね、あの猫耳みたいなのが売ってるよっていうのが、ね、ちょっとね、教えてくださるってね、それもあったんですけども、猫耳はこれはできないからね、これありました、ドンとかで。タイツ。もう、これ、昔のタイガーマスクのアニメのやつのタイツみたいだからね、これいいなと思って、これ伸び縮みしますせって書いてあったからね、だからこれはいけるんちゃうかなと思って、まあ、ダメだったもん、まあ、100円だからね、まあ、しゃあないかなって感じなんですけども、これを履かせますって、ね、そしたら、まあ、上半身裸ん坊ののこたになるんですけども、まあ、それは辺はあんまり深く考えなくてね、タイガーを作っていこうかなと思って、まだできたらね、またアップしたいと思います。はい。ね。結構ね、セリアね、いっぱいありました。それでね、あんまりね、おっさんがこれをこれとこれ持ってね、うろちょろしてたらちょっと危ないからね、さっさと退散してね、で、またリサイクルショップ行ってきたんですよ。それで、今回はね、昭和アニメグッズみたいなんであっていいのがありました。こちら、ドンって感じね。イヤミ。ちょうどね、オリンピック今やっててね、オフランスのイヤミのフィギュアがあったんですよ。いや、こんなイヤミあるやんと思って。イヤミしかないとかあったんですよね。他のね、ハタボーとかね、そういうキャラクターとか全然、デカパンとかね、全然いなかったね。
イヤミだけがあったからね。まあ、イヤミだけでもよろしいかなと思って。前ね、ちょっと前の CM でね、リホちゃんもね、なんかね、シェーって CM でやってたからね。うん。よろしいかなと思ってね。うん。なかなかいい出来じゃないですか。ちょっとボケてるかな。うん。イヤミさんね。うん。まあ、こんな感じね。これは何か書いてあるかな。あんまり詳しくは見えないんですけどね。見えますかね。赤貝だな。赤塚不二夫。何の時のやつかな、これ商品かな、これ。ちょっと詳しくは分からないんですけども、パチモンじゃなさそうです。これはね、また、仲間に入れておきたいと思います。ね、イヤミさんが買ったよっていうね、あれお話したんですけども、よろしいですよね。そしてですね、これで全部かな、今回は。だからタイガーマスクのね、これも何しかボディをこれ作っていこうというお話です。まあこれは、ね、一応商品だけ、材料だけ買ってきてね、できたらまたご紹介したいと思います。という感じで今日の吉岡里帆ちゃんなんですけども、オフランスということでね、まあね、オフランス、ファッションのオフランスということで、オシャンティーなね、一枚を、みんな、リホちゃんの写真はオシャンティーなんですけどもね、特にっていうか、これね、オシャンティーなね、これね、夏の装いのね、夏でもファッションは忘れないよって感じでね、こういう装いのリホちゃんをご用意させていただきました。涼しげですね。多分生地的にもね、ちょっとね、朝っていうかそういう感じのね、涼しい生地だと思うんですけども、そんなね、オシャンティーなリホちゃんをご紹介させていただきます。はい。お綺麗ですね。チョーカーっていうやつをしてるんでしょうかね、首にね。とてもね、こういう、夏でもおしゃれを忘れないリホちゃんって感じなんですけども、はい。そして今日のシャッフルリホちゃんですけども、イヤミさんはちょっと後ろ行ってね、早く丸みたいですね。10月18日、公開のようです。またそれぐらいになったらね、また詳しい映画の情報とかもね、ご紹介させていただきたいと思うんですけども、招待もありますしね、後半戦、今年の後半戦は映画ラッシュか、あと舞台が楽しみなんですけどね、舞台ね、やるのかな、生のリホちゃんみたいんですけどもね、多分ね、大阪、やるんだったら大阪で多分来られると思うんですけどもね、奈良にもね、奈良100年会館って、まあまあ大きい、ところあるんですけども、そこはね、どうでしょうかね、コンサートがよくね、されてるんですけどもね、舞台はね、それで、リホちゃんは、今日のシャッフルリホちゃんは、あ、ちょっとね、ちょっと胸元がセクシーなんですけども、ちょっと、いつもと違う感じのリホちゃんですね、髪型も、ちょっと思いがけない一枚を撮ったって感じで、よろしいですね、なかなか。いろんなリホちゃんのね、写真があったからね。今確かね、何枚のファイルやったかな、あれ。なんかね、セリアとかに置いてあるんですよ。それがだんだんね、ファイルしていて、だんだん溜まっていってるからね。またね、シャッフルリホちゃんもね、コレクションも増えていってますよって感じなんですけども。まあね、こういう風にね、推し活っていうかな。こういうのもやるのも楽しいですしね。ジオラマ作ったり、プランも作ったりするのも楽しいんですけども、ね、皆さんもね、いろんなもん作って楽しんで、暑いですけどね、乗り越えていきましょうって感じなんですけども、という感じで、また次の動画でまたね、お会いしたいと思います。はい、今回はね、この、リホちゃんバイバイでお別れしたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。それでは、シェーバイバイ。いつもありがとうございます。これほんまにいい買い物したと思いますね。イヤミね。これ何のやつかな？ほんまちょっと謎なんですけども。はい、これ取れへんやろ。それじゃあ、また。バイバイ。いつもありがとうございます。マサでした。